ソシ君、弾幕ってどういう気持ちで作った？前も言った、まあ選手にとってなんか後押しになったらいい。弾幕に込めた思いを、とにかくブレず一人に一緒に目指す。あ、本当苦しい中、サポーターもいい週末過ごしてないじゃん。おい、すごいです。頑張りに込めたのは、もうあのこれが北九州のサッカーだっていうのを、もうこちらもちゃんと何とか押せるように、この頑張りと一緒の応援ができるようにやっていきたいです。ようやく、まあ、一勝しかしてないでもやもやしとった時期が続いたけど、栃木戦でやっと2勝目手にして、まあ、それを踏まえて弾幕を返したし、まあ、その弾幕に込めた思いとか、勝ったとはいえ、ホームでやっぱ勝ってないのが一番でかくて、まずホームでやっぱ勝ってよな、そこが一番でかいから。選手を突き放すわけでもなく、この微妙なところ、なんか結構激しめに行きたいなって言っても、なんかその激しめに浮かばんで、ね、難しいけど、ちょっと強めに両手になるのかな。ソータに向かってちょっと応援メッセージを。大好きです。頑張ってください。ありがとう。このフラッグのこだわりをちょっと教えてもらって。ですね、これはちょっと好きなアイドルグループの曲名でこういうのがあって、あ、ちょうど使えるなと思って使わせてもらってます。ちなみにその好きなアイドルグループ、スーパーガールズっていう AVEX のリサオートとか、そういうグループがありまして、その華麗なるビクトリーという曲があって。それからちょっと丸パクリという、まあ、ちなみにアイドルとギラマンズどっちが好きですか？半々で50-50 で、可愛い子とかっこいい人は高橋大吾と佐藤亮、こだわった点教えてもらっていいですか？ちょっと、今年の大吾の活躍どう思いますか？うん、もっとできるんじゃないですかね。もっとやってほしいですね。はい、まあ今日も2人ともゴールを取ってくれればいいかなと思ってます。はい、これはどういう気持ちを込めて作りました？北九州の誇り。ありがとうございます。今日ゲフラ祭りなんですけど、ゲフラ祭り、ゲフラをちょっと専門で撮ろう。持ってないです、ゲフラ持ってない。いや、もうひまるくんじゃゲフラみたいな、チームフラッグ、シルバック、ありがとうございます。
ひまわりくんこだわった点あります。こだわり、やっぱチーム一丸、チーム一丸でしょ。こだわりも何もみんなの魂でしょ。よろしくお願いします。ありがとうございます。やったやったまあ、このゲーフライに込めた気持ちは、まあ、あの勝ち点3っていうのを強調するために、はい、プラス3というふうにしました。平成令和ですなんかこだわった点ありますか？もうシンプルにこの伝えたい思いを書きましたありがとう。今4月の、ね、あの今2019年の時のギラバンみたいなバチバチ感が出てきてるなっていうのは感じたし、ダービーやっぱり勝たないといかんでしょ。こだわりとかは特にない。平井はちょっと早く J2 初得点を決めてほしいよね。そうですね、その願いを込めてやね。はい、しゃぶち抜け、ありがとう。あーいいね、平山君と。あと俺を復活やね。お、ありがとう。じゃあちょっと佐藤亮に向かって一言。点取ってください平井選手チーク頑張って。ありがとう。監督、カズさん、監督ゲフラー制作したら、はい、あの監督が1日で退任するあのデスな噂があるんですよ。よしっとんな、これのゲームに関しては大丈夫だと思います。ありがとうございます。お願いします。ミルさん、今日ゲフラー祭りなんですけど、ミルさん、今日のゲフラーについてちょっと一言待ってください。ゲフラー、ゲフラーでしょ。あ、掲げるやつや。ゴローマ、ゆっくりめで。ゴローマ。あ、札幌さん、札幌さん、いつもありがとうございます。ギラバンコレクション。一番似合うもんだよ。怖い。